はい、こんにちは、116ウィンズです。まあ、みんながみんなそうかわかりませんが、私のような人間はまあ結構な怠け者でして、休みたいなと思う瞬間というのが結構な頻度で訪れます。最近の YouTube の更新頻度がまあいい例でして、ほぼ週1なのもまあそういった怠け癖、今日はちょっと疲れちゃったから明日頑張ろうと先延ばし続けた結果なゆえですが、思えば部活をやっていた学生時代も似たような感じだったなと。好きでやっているはずの野球だったんですが、今日はあまり気が乗らないななんて瞬間はたびたびありましたし、雨などで不意に部活が短くなったり、あるいは完全に休みになった日にはそれはもう嬉しかったですよ。部活が休みになって嬉しいという感情は多分共感してくださる方がいると信じていますが、好きでやってるくせにあれは一体何なんでしょうね。収録で部活をやっていましたが、肉体的精神的に知らず知らずのうちに疲れていて、そのサインとして休みを求める気持ちの大きさが現れていたのかもしれませんが、まあ休みたいという気持ちが今も先行するあたり、社会人になってもあんまり成長していないなと思ったりもします。しかし先日アメリカ野球界でその感情がちょっと行き過ぎてしまったのではないかという事件が起きました。ツインズのシングル A に所属するキャッチャーデレック・ベンダーが突如としてチームからリリース。ベンダーは2ヶ月前に行われた今年の MLB ドラフトでツインズからドラフト60巡目を受けたばかりの選手で、そんな選手が今このタイミングでチームからリリースとなるのは通常では考えられない対応。よっぽどのことがなければドラフト直後にそんなことになるはずがないんですが、どうもベンダーはそのよっぽどのことをしてしまったようです。9月6日に行われたツインズ参加フォートマイヤーズマイティマッスルズとタイガース参加レイクランドフライングタイガースの試合において、キャッチャーを守っていたベンダーが相手チームのバッターに次に来る球種をどうも伝えていたようなんですよね。ベンダーの所属するマイティマッスルズはプレーオフ争いにおいてフライングタイガースを追いかける立場にあったんですが、この試合に負けたことでプレーオフ進出の可能性が消滅。ベンダーはどうもチームメイトにシーズンが終わってほしいと漏らしていたとされ、意図的にシーズンを終わらせようとしていたのではないかと考えられていますが、その行為があったことがフライングタイガースのコーチ陣からマイティマッスルズに伝わり、今回の措置となったようです。ということでシーズンが終わってほしい、早く休みたいという気持ちが先行するあまり敗退行為に出てしまった選手が出てきたと。ドラフト60巡目指名と聞くとあまり評価が高くないようにも聞こえてしまいますが、ベンダーはそんな簡単に切ってもいい選手ではないとも思います。現在全部で20巡ある MLB のドラフトでは当然ながら相対的に高順位の指名ではありますし、ここからレギュラークラスのメジャーリーグが出てくることも全然あると。直近15年間における主なドラフト60巡目指名の選手をチェックしてみましたが、一番の出世頭は現在レンジャーズでプレーするマーカス・セミエン。セカンドのシーズンホームラン記録を持ち、 MVP 投票トップ3に過去3度ランクインしてますよね。この他今季途中にドジャースへ移籍し目覚ましい活躍を続けるスーパーユーティリティのトミー・エドマン、2021年にオールスターに選出されたアダム・フレイジャー、なぜか最近ナックルボーラーになったデイビッド・フレッチャー、マリナーズの選手をねじ込むなら今季進化のシーズンとなっているブライアン・ウーもドラフト60巡目指名と、やっぱりちょくちょくいい選手は出てくると、チームとしても無駄に使っていいというドラフトの順位というわけでは決してないでしょう。また実際にベンダーの評価も決して低いものではありませんでした。確かにいわゆるトッププロスペクトみたいな存在ではないかもしれませんが、コースタルカロライナ大学では今年打率3割2分、OPS9 割4分2厘とバッティングで結果を残し、ベースボールアメリカが作成したドラフトプロスペクトランキングでは全体178位、コンパクトなスイングながらも体の強さを生かしたパワーが魅力の強打者とされていました。キャッチャーとしての未来には疑問符がついており、将来的にはファースト、つまりより攻撃力が求められるポジションに移る必要があるとはされており、プロレベルではさらに打撃面で結果を残さなければならない立場の選手でありましたが、ポテンシャル自体はあったと。契約金は297,500ドル、現在の円安相場だと日本円に直すと4000万円以上になりますが、まあ決して安くはない金額を出してまで契約した選手、そんな選手がこのような行為に出たことは、ツインズにとっても残念な出来事であったことには違いないでしょう。しかしなぜベンダーはこのような行動に出てしまったのでしょうか。まずこういった敗退行為で思い浮かぶのはギャンブルですよね。金銭的なメリットがあったのであれば動機づけとしては確かに十分でしょう。今年パドレスのトゥクピーター・マルカーノがパイレーツ時代にパイレーツの試合にかけたことで MLB から永久追放処分、この他4人の選手が自身が所属していないチームの試合にかけたとして1年間の出場停止処分となったことが記憶に新しいですが、しかし今のところシーズンを終わらせたかった以上の話は出てきていませんし、そもそもギャンブルが絡んでいるのであればもっと大ごとになっているはずですから、当然まだわからないにしてもギャンブルの可能性はそんなに高くないようにも思います。
そうなると本当にただシーズンを終わらせたかった可能性もあるわけですが、今度はベンダーの精神状態がちょっと心配になりますよね。まだお金をかけていた方が行動の理由としては納得できるというか、まあいろいろとどうでもよくなってしまったのか、何もかもが嫌になってしまったのか。ベンダーの大学時代のチームメイトであり、ツインズ傘下に所属するペイトン・イールズは、ベンダーを今まで一緒にプレーした選手の中でトップクラスに好きな選手であったこと、またベンダーが勝つことを楽しんでいたことを X でポストしていたあたり、単に若さゆえの過ちであった可能性もあるでしょうか。我々ファンは野球選手に対してプロとしての姿勢を勝手ながら求めてしまうわけですが、ベンダーはまだ21歳、客観的に見てなんでそんなことしちゃうのと思うような間違いを犯す年齢であるのも確かに事実です。全ての21歳が社会に求められる振る舞いができるのであれば、大学生が SNS で炎上することなどこの世から消えているはずです。もちろんベンダーがプロ野球選手としてまだ未熟だったのは否定できず、シーズンを終わらせたかった結果、自身の野球選手としてのキャリアまでも終わらせることに今回の事件はなってしまいそうですが、必要であれば適切な支援をちゃんと受けて立ち直ってほしいなとは思います。しかし今回のシーズンを終わらせたかったという理由で負けにつながる行為に出たという話、なんかどこかで聞き覚えがあるなと思ったら、サウスパークにまんまそういうエピソードがありました。サウスパークのシーズン9の第5話、ザ・ルージング・エッジがまさにそれだったなと。サウスパークはコロラド州の小さな町サウスパークを舞台に、小学生の主人公4人が騒動を起こしたり、あるいは巻き込まれるアメリカのギャグアニメなんですが、まあ結構過激な描写ですとか社会風刺もあったりで、良くも悪くも有名なアニメです。でこのサウスパークのエピソードにおいて、主人公たちがリトルリーグに所属しているんですが、チームメイト含めみんな野球が退屈と感じていて、シーズンの最終戦を終えてこれで野球とはしばらくおさらばだと喜んだのもつかの間、運悪く地区1位でフィニッシュしてしまったことが判明し、プレーオフに参加しなければいけなくなったと。勝ち進むほど夏休みが減ってしまいますので、主人公たちはあの手この手でわざと負けようと策を講じるんですが、対戦相手も同じように負けたいと願っており、しかも相手の方が負けるのがうまく、主人公たちはコロラド州のチャンピオンシップゲームまで進んでしまい、夏休み消失の岐路に立たされてしまう、そんなエピソードとなっています。プロ契約直後にまさかサウスパークを再現するような事件を起こす選手が出るとはと、今回の事件を見て思いもしましたが、むしろサウスパーク側に先見の明があったのかもしれません。という最後にどうでもいい話を挟んだところで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。